全国の麻雀ファンの皆様、こんにちは。本日は第39期鳳凰戦後期 B1 リーグセレクト第3節模様をお届けいたします。実況の早川凛香です。そして解説には柴田義和プロにお越しいただきました。柴田プロ、どうかよろしくお願いいたします。はい、まずは本日を戦う4選手の紹介です。まずはちーちゃに福島、はい、こちらですね。トータルポイントがマイナス 89.5 ポイント、第16位です。そしてなんちゃはこちら、トータルポイントがマイナス 48.5 ポイント、第15位、菊田正俊。そしてシャーチャはこちら、トータルポイントプラス 6.1 ポイント、第6位です。滝沢和則。最後にペーチャーはこちらです。トータルポイントがマイナス 38.0 ポイント、第14位、安村浩二。以上の4選手と対局となります。さあ、柴田さん、本日の見どころよろしくお願いします。そうですね、はい、まあご覧の通り今日黄色いカラーのお宅なんですけども、はい、まあ下位3名が同宅ということで、ちょっとここでまあ第3節とはいえね、宅内ラスを引いてしまうと、はい、結構後期が6人と今期は多いんで、そうですね、魔の後期ですね、絶対に、はい、負けられない戦いになりそうで、はい、あと滝沢さんもねプラマイゼロ付近なんですけど、やっぱ6人後期だとね、もう下の方が怖くてしょうがないみたいな状況にはなるんで、ちょっと戦い方が難しいかと思うんですけども、ちょっと竹澤さん1回戦大きいトップを取れれば昇級目指せるし、ちょっとラスだと下は見なきゃいけないしみたいな、ちょっと難しい戦いになりそうですね。はい、でこれがあの他の卓がもう2回戦終わってるんですかね。そうですね、ほぼほぼ2回戦終わりですね。別会場が、はい、2回戦あの11時から開始してる別会場の成績があの現在反映されております。2回戦終わっております。はい、はい、それではそろそろ対局と参りましょう。第39期鳳凰戦後期 B1 リーグセレクト第3節1回戦対局のスタートです。立ち合いに古橋隆の合図で対局が開始されました。改めまして解説の柴田さん、どうかよろしくお願いいたします。さあ、下位3名と滝沢の並びでの対局となっておりますね。あ、これで2回終わってますね。はい、中村志望は、まあ、結構動いてますね、上位。そうですね、有効さんと石立さんが1位だったんですけど、結構大きめのマイナスを引いてちょっと順位変わってるような感じですけど、はい、別宅の模様も随時こちらで紹介してまいります。はい、さあ、ハイパイの方を見てまいりましょう。親番は福島、ドラはリャンワンです。さあ、滝沢総図で2面つい通過が見えます。はい、はい、安村初があんこになりました。そして福島はこちらです。ドイツが3組、そして切った、あ、整ってますね。イーペイコーが完成しました。チートイツもいいシャンテン、これ。そうですね、竹澤さんね、一つのリアンシャンテンと、はい、あ、ここも安村トーンが重なった本一になった戦いから行きましたね。そうですね、逆役本一を見えたんですけど、結構リーチ手順の4、7とか、うん、あ、なるほど、それも残す手はありましたけど、はい、うん、もう一枚山にいるぞと、はい、さあ、このトーン仕掛けますかね。仕掛けました。安村1枚目の、あ、ごめんなさい、2枚目のトーンポンですね、本一に向かっていきますか。メインで、まあ、スワを浮かせといて、ドラの受け入れがあったら5200でよしと、はい、トーン初ドラ1でも打点的には十分ですか。そうですね。さあ、滝沢は一気通過が見える形です。そして安村ドラのリャンワン、じゃあこれで5200で OK っていう、まあですけど、愚形愚形のいいシャンテンがちょっと不満ですけど、まあしょうがないって感じですけど、そうですね、関西湾の愚形の部分がどうなっていくかっていうところですかね。まあ、ドラ重なってね、トイトイになってハネマンとかっていう未来も、はい、あるんで、まあ嬉しいドラ引きですね。はい、さあ、聞くとここはウーパーピンの、両面を決めたところです。はい、オロチも出てきた。はい、滝沢両面が増えました。さあ、安村はトーンをポンしています。親番福島、関連番のドラを引きたい。さあ、ウーパーピン、あ、ーやっぱり取らず、はい、数ピンが入ったところですね。ここは急走を切ってテンパイ取らず、ですね、パスカンパスのテンパイを外してメンタンピンイーペーコを目指してって感じですかね。はい、リャンペーコもあんのか。ローワン引き、ローワンアンコになりましたけど、手広くはなりましたね。はい、ペーコは崩れちゃうの嫌ですけど、あ、うん、そうですね、一応手広く単用方向へって感じですか。ただ滝沢こちらは少し考えます。オロチの方を強く見るか、一通の方を強く見るか、
まあ、天秤かけるなら3ワンとかありますけど、おここは一気通貫見切った形ですか。そうですね、これ落ち1本でって感じですね、はい、5、6、7に決めました。でも3話はドラ受けのために残してるって感じでしょうか。まあ数話入ってピンクだけの天杯もやむなしって感じじゃないですかね。なるほど、ありがとうございます。これでヤンペコいいシャンテン、おーヤンペコが見える。さあ福島、先ほど関連はドラのリャンワン引いてのいいシャンテンに変化しています。一気に、あ、いいピンが貫通。さあこれは即貫といきましょう。福島いいピンのアンカンです。あー、ドラだ、もういらん、うん、切っていく相撲切りです。さあ菊田はいいシャンテン、滝沢もいいシャンテンです。5、6、7になったら嬉しい。安本さん、ウーソーポンしなかったですね。ウーソーポンしてイーソー切るとまたドラ、パンパンのいいシャンテンには受け入れてたんですけど、親のドラ切りがやっぱ脅威ってことですよね。さあ菊田天杯が入ります。待ちはリャンパーピンリーチタンヤオピンフィーペイコーです。でもリャンピンが2枚切れてもうないんですね。なるほど、見た目通り、はい、でも打点でこれはリーチの一手でしょうかしね。じゃあこのリャンパーピン実はウッパーピンっていうところでしょうか。危ないじゃん。ああ、でもこれ9番入ったから大丈夫、大丈夫なやつ、9番が入れば大丈夫。さあリーチといきます。福島追いかけリーチです。2件リーチになります。菊田のウッパーピン、そして親番福島リャンソン、そして3番切れば567。でもローワンが2枚切れ、いやーどうするこれは。ただ打点でいって3番切り、ここは押していきます。官老ワン、そして仕掛けました安村、4人に一気に天杯が入る、全員打点が高い。さあ誰が勝つのか、一気に進みました。さあウピン積もった菊田の上がり、リーチツモタンヤオピーフイーペイコー2004戦。この4人天杯一番最初にかわしたのは菊田が2004戦上がりで一気にリード。全員見た目前しそんな多くなかったですけどね、もう一気に進んで一気に上がりましたね、はい、嬉しいね。さあここは嬉しい、2004戦積もったのは菊田です。現在トータルポイントが 48.5 ポイントの15位でした。菊田さんも1節目にねちょっと大きいね53ぐらいのやつを引かされて、はい、まあ1節目終わった時点でそんなに正気見えるっていうよりもね、やっぱ高級の6人を逃れる残留争いの方にシフトしてると思うんですけど、はい、嬉しいですね、こういう単発からマンガンクラスを上がれるとね。しかも親からイーピンのアンカンのリーチ入ってましたからね、ドラ切りのアンカンリーチだって相当ですよ、ね、打点も見えてたでしょうし。さあトンの2曲です。親番はそんな2000円差が上がったばかりの菊田です。ドラがウーアン菊田なんですけど、はい、38期の B リーグ後期、39期の B リーグ前期で昇級を逃している形なんですよね。38期後期では3位、39期前期では4位と、昇級をね2回ちょっと惜しくも逃している形で迎えました。今回39期後期で現在15位です。ちょうど1年前ですかね、最終節なんか猿川さんと競りみたいな形で、ありましたね、最終半ちゃん浮き沈みで変わっちゃったみたいな感じが印象的ですけど、いや特にね悔しい思いあったでしょう。ちょうど2回続いて逃してちょっとこの位置ですからね、ずるずるいかないといいですけど、そうですね、ここで一気に行きたいところですね、はい、はい、39期後期 B1 リーグ今回第3節折り返しの第3節となっております。この中でもねやっぱ福島くんがちょっとだけねマイナス90で一つ大きいね、16位ってことなんで、はい、まあ福島くんもね結構勝負どころですよねこの節が。そうですね、うん、ここでマイナスしちゃうとマイナス100超えちゃうんでね、マイナス100であと2節で80ぐらい勝たなきゃいけないとなるとなかなか厳しくなるんで勝負がけになりそうです。今日はプラスにしたいところですね、うん、さあ滝沢は白をポンした後9番落ちしています。これでいいシャンテン、滝沢にしては積極的に仕掛けて、ね、そうですね、ドラなしのまだあドラがウーアン1枚ですね、ドラ1枚2000点のいいシャンテン、そうですね、リャンシャンテンなんで、はい、なかなか積極的に行ってましたか、うん、珍しいですね、はい、いいシャンテン、ドラなし。さあ2フロの滝沢はいいシャンテンです。菊田さんからローワンがな地位できそうですね。そうですね、菊田ローワンが浮いている形です、うん、
まあ、この形これでもリーチが入りそう。おトラハーツ、ここは完治層払いとしました。この選択っていうのはどういった意図があるんでしょうか。そうですね、まあもちろん完治層のね即リーチで降りてくださいもあるんですけど、はい、やはり滝沢さんのね人的に通風路でね愚形のまだいいシャンテってことはありえないだろう、結構テンパイ読みは入ってると思いますけどね。あ、なるほど、真相じゃ勝負にならないっていう、はい、じゃあだったらドラを引いてとか、ドラを引くかやっぱ苔の最低両面待ちにしたいっていうか、打点が見えないとちょっと勝負に行きにくいっていう思考だと思いますけど、ここは滝沢を警戒した選択か。菊田はイーシャンテン、先ほどは完治層のテンパイを取りませんでした。完治層泣けるかも。でも安村さんも結構滝沢さんの対応入ってそうですけどね。やはりここは滝沢の仕掛けっていうのが大きいですか。まあドラも1枚も見えてないんで、はい、持ってない人はやっぱドラ統一とかね、あんこの可能性も全然考えるんで、なかなか前に行きにくいですよね。安村さんもねドラないですもんね。あ、これチーピンで完全にやめと。やめですか、中抜きの形。さあ福島テンパイですね。これだったらいいでしょう。ラウピンでリーチです。リーチ単用ピーフドライチ、ここは勝負手ものにしたいところ。福島です。お、3面茶ならいきます。これだったらリーチ、さあぶつかっていきます。親番菊田追いかけリーチです。からのまた滝沢が仕掛ける。そして3人テンパイこれなんか今日すごくバチバチしてませんか、ね、戦いますねみんな、はい、さあみんな前に出ています。菊田、福島、滝沢の3人転敗、そして安村は無念の折り。さあ福島どうだ、勝負手ヤウピン。そして菊田はいい数値、そうドラは怖いところを通りました。そして滝沢イーソー9層のシャンポン待ち。9層1枚だけですかね、やばいに。そうですね、イーソーはもうないですね。となると福島、菊田の2人が大チャンスでしょうか。菊田のイーソーはもうないですね。ヤンピン捉えた。福島の上がりリーチ単用ピーフドラ、ここは7700の上がり。福島親番のリーチの菊田から捉えます。バッチバチしてますね。いや今日本当に戦ってますよ ね、 うん、なんかね手配もみんな行かざるを得ない手になって戦ってるみたいな感じ、はい。やってる側はとんでもないですけど、見てる側はね面白い。本当ですよ。はい、で統一のね4人転敗からの統一、あ、統一の統一の4件転敗からのバチバチからの、はい、このトンニの、まあ、3人転敗ですよ。今日はすごく戦ってますね。統一と2で訳すの。え、ジャンソのおっちゃんみたいな。あ、嘘、え、言いませんか。もう一曲、トンニ曲ね。ごめんなさい、失礼しました。ついつい言ってしまいました。失礼しました。いや。さあ、トンの3曲、親番滝沢です。ドラはニャンマン。トン3とは言いません。トンさんの滝沢、はい、いや今日はぶつかっています。はい、戦ってますね。滝沢さんも前に出ましたね。はい、まあ、滝沢としてもここは勝負どころっていうところでしょうか。うん、そうですね。ね、下に巻き込まれたくないですから、ね、もう逆にここでね、タクナイラスを竹澤が引いちゃったらね、はい、完全にピンクの仲間入りですからね。いや本当ですね、やりにくいことは思いますよね。この3人に足を引っ張られるみたいな、そういう形になるってことですよね。その3人は落ちてこいって感じでね、もちろんやるはずですから。まあね、下位3名としても下にどんどん来てくれた方がやりやすいというか。うん、そうですね、まあもちろん第一目標はね、自分が浮くことなんでしょうけどね、はい、それプラスできれば仲間を増やしたいって感じですよね。各選手のさまざまな思惑、これがぶつかった形になっています。シャノンの安村さんがなんと1位になって、福島一面図が完成しました。先ほどは7700リーチで打ち取りました、うん、そして菊田はこの形両面ができます。滝沢虎の両面が1枚親番です、うん。さんの欲しいなはまだ山ですね。さあ福島2曲連続有効牌を引きます。スタメンツが完成。今日そもいいですね、単品ドライチが見えて、はい、聞くと単用に向かっていきます。さあ手形各所整っては参りました。ここ福島中膨れのスーピン、まあ単純に3層チーズを切ればいいシャンテンキープなんですけど、今スーピンというよりもいいピン一品でね、福島君も単葉をつけに行くっていう順目でもまだありましたけど、結構これ形重視の打ち方をしましたね。打点見てますかね、3、4、5なんか。そうですね、ということでしょうか。3、
3色か伊平交換って形でしたね。伊達を見たスーピンギリ、それは伊平のあんこになります。その後どうします、どっちの伊平交換取り上げます。発想が2枚切れか、うん、あでもそれでもスーピンギリを選択です。うん、まあなんかチーソーを統一にして3色にしちゃうっていう道も残しながらのスーピンギリでしたね、はい、この次の手配ですね。こちらですね、はい、3層にくっつければローソーパスっていうのもありますか。はい、数層引くとローソーパスになりそうですけど、さあ菊田はイーシャンテン、そして親番滝さんもイーシャンテンです。ここはまたぶつかりそうですか。あ、両面を決めましたね、スリムに構えています。あ、ローソーパスじゃないの、形間違えました、すいません。あ、間違えました。イーピアンコでしたね。そうですね、イーピアンコ。さあ、はい、菊田の先制リーチが入ります。先制リーチは町はいい数値が、滝沢さんが E1 の問い卒最中だったんですよね、はい、危ない。さあ安村は何のあんこ1枚を切っていって受けに回るか。そして菊田いい数値番ですが、中盤で3色がありますね。大物手なるか、E1 だとちょっと寂しいですか。うん、滝沢打っちゃった方が安いかもしれない、将来的に。E1、この E1 捉えます。菊田の上がり、リーチビーフドライチ3900の上がりになります。まあ4つもられても4000点払いし、7つもったら6000点払いしみたいな、やっと売れしちゃうぐらいなら3900で済むならいっかで、なんか竹澤さんも済みそうですけどね。うーん、菊田としてはまあ安めではありましたが、滝沢から3900の上がりとなりましたか、うん、はい。今度4局に移ります。親番安村、これはチーピンです。タブトムが統一、まずはイーピンから、福島村のチーピンが1枚、ヒットはこちらです。ソース1メンツ、滝沢、ちょっと苦しいか、シャーナンが統一ですが、どちらもおたかぜです。シャンタとか特殊とか水に本一方向が一番マンズの本一ですね。はい、マンズの本に良かったそうですね。はい、国士とか見るんだったら3ピンとかですね。ね、チャンタとか国士の天秤かけるという打ち方もありましたけどね。ーローワンとか切るっていうの、うん、この手配ですね。チャンタもちょっと見えますかね。そうですね。ここは3ピン切り。あとの4局、安村の親番ですが、安村は、現在ちょっと静かに場を見ているというか、周りが激しくバチバチやり合ってる割には、そうですね、耐えてるって言ったところでしょうか。安村君もね、もう A2 から落ちて何期目ですか、これもう4期目ぐらいになるのかな。去年一緒に安村君とやったんですけど、はい、やっぱ A2 落ちるまではずっと B1 長くて、もう4年ぐらいずっと残留してたイメージがあったんですけど、そうですね、やっぱね強いっすよね、うん、さんも結構仲良くて、はい、たまに稽古とかもやるんですけど、やっぱ強えなって思いますね、そうですね。安村、38期 B リーグ前期からはずっと B リーグですね。だから、まあ、少なくとも4期連続で B リーグにはいます。ちょっとその前の情報がなくて、ごめんなさい。なんで4年なんで8期ぐらい B1 にずっと残留し続けて、ようやく A2 に上がったんだけど、ちょっと振るわず落ちちゃったみたいな感じから、また調子が戻ってこないような感じですけど、はい、多分このリーグではやっぱ力上位だと思いますけどね、安村さん。やっぱその実力があっても昇級枠が2枠とか3枠っていうのはかなり厳しい戦いにはなってきますか。それにどんどんなんか若手が伸びてきて、ね、こういう若い菊田さんとかが上がってきて、強い人がどんどん上がってきますからね。そうですね、厳しくはなりますよね、リーグが。菊田は2年前の特勝で D1 リーグから一気に B2 リーグまで昇級を遂げていますね。まあ、年は福島さんが一番若いですけど、菊田さん、木でいうと菊田さんが断然ですもんね。そうですね、32期の菊田です。早川さん同期ぐらいですっけ。私30期なので2期下ではありますね。はい、で柴田さんは僕は28位なんで、もうちょい、はい、福島君とそんな変わんないぐらい。福
福島さんが29期とかなんで、そうですね、福島が29期、うん、そして安村が25期、一番の古株滝沢は16期です。あ、全然違います。16なんですね。16期って言われるともうだいぶ違いますよね。もう23年目4年目とか大ベテランですね、はい、今第39期鳳凰戦ですから ね。ダブトンが早く泣きたいんだけど、ダブトンがね、福島の手にあって絞られている。進めば出るんですけどなかなか出ない。さあ、今あんこにしての菊田先制リーチです。町は三郎荘、そしてこのウーワンを仕掛けます滝沢、本一のイーシャンテンです。縦はちょっとあんまりないですかね、2000点ですか。そうですね、とりあえず泣いてみて、その後に、そうですね、イーソーが全くの無筋なんで、はい、イーソーが通った時、次の点ですね、竹田さん。お、そうですね、こういう難が出た時、テンパイなら勝負と。これでテンパイですね、滝沢両腕で追いつきます。本一3900の両面なら勝負になると。それも現物ですもんね、両腕、はい、リーチの宣言杯で。そうですね、リーチの宣言杯のウーワン、滝沢が地位を入れています。イーソーも両腕のワンチャンスだったんですね。切りやすいっちゃ切りやすいのか。滝沢はラウンワン、本一で天敗、そして菊田はサブロッソ、そして安村、ダブトンが泣けました。あれ、まあ、トンパだからナンバー聞いてないですね。本一だけなんだ。まあ、そうなんです、聞いてないんです。本一のみ。そっか、3人に天敗が入ります。安村関数はダブトンをポンしています。ロビットドラマ滝ですけどね。さあ、リャンワン引きました。リャンワンは滝沢の当たり牌です。そしてパワーワンを切ってイースーワに待ちか安村。ドラアンコになったのは福島です。イーシャンテン、チュンは2枚切れでいきやすいのか。さあ、一気に3人にテンパイが入ります。んリャンワンは当たり、はい、リャンワン、このリャンワン取られます。滝沢の上がり、本一です。2000点の上がりですね。うん、でもよく料金をして上がりきりましたね。そうですね、まあ、ウーワンの筋がね、あの親の現物っていうのもあるんでしょうけど、はい、さにしたらあれみたいな。今回の39期放送後期 B1 リーグ戦第3節1回戦はガチガチの展開、連チャンがありません。横移動、横移動で、そして何の一曲です。ドラバン福島、ドラバン老僧です。お、初が統一、ペイが、あんこですね、初があんこ、ペイが統一、まずは9ピンから。で、菊田白が統一、ソーズで一目打つ、ビンズで一目打つ、ドラマ引きます。一目打つありましたね。いや、滝沢もいいですね。ソーズ、ビンズがもう形いいです。そして安村も完了は引いて二目打つ完成。あー、ペンチャンピン入った。本一にはちょっと遠のきましたか。チャンタもありますよ。チャンタもある、いいシャンテン。チャンタもあったけど、はい、これはまあリーチ手順になりそうですね。チーソー浮かせて持ってますね。はい、滝沢さんもパンパンに持つでしょ、これ。いや、それも一番手だと思ってるでしょうからね。思いますよね。こんなチュンチャンパイばっかり来て、もう9番、これは数番切ってちゃんと来ました。数杯のくっつきはちゃんと見るんだ。チーソーを浮かしてるのはドラの老僧っていうのもありますか。ドラの老僧だったらちゃんとじゃなくても打点が確保できる。そうですね。実は時々ローピング入ります。形良くなる。こっちも一つを見ながらですね。まあ、その一つを見ながら、はい、あー、これでちゃんと天敗、福島闇天です。から Q1 とペイ、あ、ペイが2枚切れになったんだ。あ、なんと、じゃあ Q1 しかない。あー、今天敗取らず回りましたね。じゃあ、なるほど、チーソー浮かして Q1 そのままつもぎって作戦ですか。安村の Q1 もしかしたら危ないですか。まだ1通が見えてるんで、安村さんまだ大丈夫そうですけど、ドラとか引いちゃうとね。あ、危ないですね。危ない。さあ、どうでしょう。福島の星、Q1と山に1枚、そして安村が1枚浮いている形ですか。そして滝沢もどんどん形が良くなって、いいシャンテン。危ないな、将来的に安村さんね。危ない。さあ、福島、闇点を入れています、親番。訓録ありますもんね、初チャンタ。いや、この闇天の9600って言われたらちょっとグッとくるものはありますよね。訓録高いもんね。あ、怖い怖い怖い、テンパイ入ってるとは誰も思ってないでしょう。さあ、菊田がここ先制でテンパイが入ります。白と老僧のシャンパン待ち。これで安村さんの Q1 は相当止まりそうです。あ、竹田さんどうすんのこれ。
テンパイだ。あんこになりました。ウーピン切りで関数層テンパイ、はい、今の順目なら取るか。さあテンパイを取ります。何もないし、ここウーピンを押していってのテンパイ関数層ハクって三山。さあ、ね、福島どうだ。これはウーピンの数字のパーピン、そこまで押してるようには見えないか、うん、まだね。あ、これでリーチだ。町を変えることができました。現物を切ってのイースーソーで追いかけリーチ滝沢。イーソー3切れ。あーってことはイーソーがあと山に1枚、当たり牌の水槽こちらに1枚きました。水槽は3枚山だ。あ、そうですね、4枚ありますね。イースーソーが一番強そうですか。9音が1枚だけで、ハクが山に2枚。あー、ハクだ。ハクはキクタの上がりです。高めを捉えます。リーチハクドラドラ8000点の上がりです。だけいや、これは大きいですよね。さあ、菊田が上がります。あ、高めではないですね、ごめんなさい、失礼しました。ローソーも高めでしたね。あ、どっちも。そうですね、失礼しました。ドラとハクのシャンポン待ちでしたね、失礼しました、はい。さあ、8000点捉えたのは菊田。福島も闇点で9600。ここは無念の購入となります。さんはリーチを入れててもね、菊田さんは打点で全部変わんなかった、勝負したんでしょうから、はい、変わんなかったんで、ここはしょうがないで済ますしかないかな。福島としては激痛、はい、何の2曲です。親番は菊田、ドラはウーピンです、うん、あ、ウーピンドラだれ、安村さんがドラドラですね。ドラドラ安村、キャンセルもらっています。さあ、先ほどの8000点の上がりで聞くと42200点を持ちまして親番を迎えました。滝沢は初が統一、ペイが統一になります。初は場に1枚切られている牌、次が2枚目になります。さあ、菊田はこちらまだメンツはありませんが、ターツ候補は揃っているような形です。さん一人行きぐらいになりましたけど、まだみんな原点が近いんで、はい、ちょっともう一上がりぐらい欲しいですね。そうですね、先ほど福島8000点の向上にはなりましたが、とんの2局で7700上がってますからね、まだ25700点とそこまで離れてはいません。まだ一上がり二上がりくらいで原点を目指すことができる、うん。な進行であっという間に何の2曲です。そうね、親ぶれじゃ全くないし、流玉もないし、手が入ってこうバチバチとぶつかり合う展開ですね。さあ、滝沢芳一に向かっていけるか。ペイがあんこになります。ただペイはおたかぜ。福島ソーズで両面ができた形です。手形が整う。そしてドラのウーピンがここに1枚。9はマンズ引いたのは滝沢です。年本に向かっていくか、ね、やっぱちょっとバレててもやっぱ地位からは入りたくないんで、はい、早めに初から仕掛けたいですね。2枚目ですからね。そうですね、数字の地位から入っちゃうと初が相当絞られ3連敗っていうかね、厄介が絞られちゃうんで、はい、やっぱり初からの発信はしたいとこですね。このペンチーワンとかは仕掛けない方がいいですか。まあでも1枚切れなんで仕掛けざるは追えないんですけど、相当自敗に出る確率が変わってきちゃうんで。しかも滝沢ですからね、信頼度はかなりあるでしょう。さあ、福島ソースで一面じゃ完成。一シャンテン、ウーピンが入ったら嬉しい。あ、今一ピン切ったところなんですけど、まあこれでタイヤでカバーできますもんね、うん、はい、ツーピンが入れば無くなしと、はい。さあ、安村さんもいいシャンテンだけど無形残り。福島ローピンが縦に重なります。白が1枚切れなんで、これは白のポンテン取りそうですね、うん、目いっぱいに構えました、はい、ん、これは9番も1枚切れ。ドラドラなんですが、いいシャンテンで先にテンパ入れることができるか。パーピン、シャンポン、ドラはシャンポンというかドラを固定するような形ですね。はい、いいシャンテンです。もう1つのいいシャンテンになったよ、なんと、うん。まあ、これは安全度だけですね。今前陣急走が通ってるんで、はい。さあ、福島のしごろのいいシャンテン、はい、菊田ドラドラがいいシャンテン。この柵は2枚目です。仕掛けました。福島がポン、これでサブローワンのテンパイです、ね、3色残りもできましたけど、ウーピン
残りですかね、冠水残りはきついですね。嬉しい、チーワンが入ったリーシュといきます。イースーソー町で小山菊田ドラドラのリーチ。このイースーソー場にはイーソーが2枚切られていて、イーソーがじゃ山に1枚ですね。そしてスーソーが2枚。竹田さんのキューピンスーッといきましたね。押してますね、ドム筋のランチャンスの。福島さんはドム筋なんですけど、滝沢さんもいる、2人いるということになると、ね、自分の出番なのかどうかってことで、ということでローピン、ローピンは、中筋ですかね。いや、安村さんが今通したところですね。あ、先に、はい、そうですね、失礼しました。あ、天敗ベンチーワン追いついた滝沢。ベンチーワンは脇から出る牌じゃないけれども、積もることもある 1枚ですね、はい、山に1枚あります。この地は竹田さん、イースソー止まらない、イースソーが強いですね、圧倒的ですね。チーピンも行く、はい、イースソーが1枚とスーソーが2枚残されています。3山対1山、チーピンは今通ったところ、はい、さあ菊田山に3枚、うん、イーワン、イーワンももうマンズ、ピンズの上がほとんどなので、町はマンズですって書いてる川ですけど、ここは初切りですって。我慢我慢、すごい我慢。しかしまだ天敗できる道は残されています。積もり跳ねマンですよ、だって竹澤さんのってね、年本一通ですもんね。そうですよね、ここは我慢を選択した。マンズ引いた、まだいいまだいいシャンテですね、なおいいシャンテ。お、天敗じゃないですか。どうします、今ローワンが通ったところ、はい、9番は別に、さあ9番切って闇の闇手を入れました。甘露は役はありません、出上がりはできません。勝負リーチあったんですけど、滝沢さんが本位っぽいんで、マンズがもう全然良くないですよね、状況的に。マンズ待ちだと勝負にならないってことですか。そう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 、まあ、ひょっこりつもでも OK かっていうところでしょうか。うん、ね、お、なんかまた天敗し直しました。福島三郎湾で天敗が、おっと、スーソー山に残されていた、スーソー高めのつま上がり、リーチつも単葉ピンフドラドラ6000オール。菊田ここは一気に他者を突き放す6000オールです。これは嬉しいんじゃないですか。超嬉しいでしょ、これほとんどみんな2万点台やって、一人行きがもうほとんど現実的な、一気にみんな2万点、そうですね、うん、かなり離した形です。とっても嬉しい6000オール、高めの数層つま上がりしました。さあ親番菊田、ま、レンちゃんです。どうや、おピンズで一メンズ、形すごくいいですね、うん、太陽がもう一気にできます、うん、そして滝川ドラのシャアが1枚、安村亭が統一、おばかせです。そして福島、ばかせの番が統一、ドラムシャーが1枚。もうここはローワン切りとしました。シー統一とか見てますか。3統一とかでしたか、1、2、3統一、何がドラ表示牌なんで、なかなかないか難しいところですけど、はい、次出たら2枚目ってことになりますよね。でもバランス的になんか福島さんは面前派なんで、チートイドラドラを目指してって感じですかね。一応チャンタも見ながら、うん、3匹に、うん、さあ親番菊田は太陽チートイツなんかも見えますか、うん、4統一、じゃあその単品3色目指して、はい、先ほどの6戦で菊田は一気に6万点オーバーのトップ目です。大きなトップものにできそうです。さあローワン引き、567見えますね。ここはチーワンを切って断面を決めます。もうドラ切った、もう単品丸見えなんで、はい、結構まだ3シャンテンぐらいでしたけど、竹田さんって珍しいですね。あ、統一が増えました。これで一歩前進、うん、さあどうしよう、チーピンから切り、3万匹、先ほどのシャアに仕掛けが入りませんでしたね、うん、誰もお声かからずといったところでしょう。なん、お、ここは本位に向かいましたか。安村両面を嫌っていきました。ドラを切ってる竹澤さんがいるんでね、スピード的に
まあ、間に合うかどうかみたいな、まあ、リーチが入るまでの勝負みたいな感じの本日以降だったような気がしますけど。さあ滝沢チーワを切ってリャンパーの三面ちゃんを決めます。トンは安全牌で持ってますかね、うん、お、これでチートイズイーシャンテになりましたか。ソーズが安村さんに高くて何切りがいいでしょう。自敗も高いんで信用できないんで、商売の初でしたね。そうですね、とりあえず自敗切っとくかみたいな感じだと思いますけど。さあ滝沢これでイーシャンテになります。なんか初が重なりました。でも握れになったばかり。安村さんももうチートイツ、チートイツ面前のチートイツですね。チートイ面本チートイ。あ、これで両面はウッパーワン悪くないなら、これでイーシャンテンです。あ、まだイーシャンテンか、すみません。あ、そうですね、はい、滝沢もイーシャンテン。さあ安村ソーズ引きました。これで面本チートイツのイーシャンテンになりました。うん、チートイツが2人、そしてメンツテが2人、パーピンあんこになって選択をどうしましょうか。3層を選択、そうですね、5、6、7はちょっと変化としてはあるかってことですか。若干見えますかね、はい。さあ福島チートイツはドラ短期にしたい。これで菊田目いっぱいですね、はい。三面ちゃんと両面、そして柿沢が天杯、チーソー短期を選択しました。一枚切れの親の現物で、うん、まあ仮点みたいなもんですよね、はい、今後の変化に期待ですか。うん、さあローピン入ってリーチ、ウッパーワン、菊田の先制リーチです。めちゃくちゃいいな。まだまだ点数、点差離していきたい。まあ離していき来やすい状況ですよね、今。もう向かってくれる人がね、ラス前じゃないか、うん、何2曲で、はい、ほぼトップが決まったところに皆さん来れるのっていうリーチですけど。さあこのウーパーワンですが、おっと、バッソー振り点、うん、可能層だったら積もっていたか、上がりだったか。バッソー3枚選んで切りやすいローソーですね、うん、ローソー行きましたね。そしてこのキクタのウーパーワンですが、ウーワンが山にはありませんね。そしてパワーワンが1枚だけですか、うん、あ、1枚だけ、はい、滝沢さんの方がチャンスかな。そうですね、実はこのチーソー親の現物捉えます。滝沢菊田の連チャンを阻止した形です。単野を1300は1600点、うん、これ見事だったんじゃないですか。そうですね、どん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 離される一方ってなっちゃいますからね、うん、ここはしっかりと両手を押し切った滝沢、菊田の親リーチをかわした形です。はい、何の3曲に移ります。滝沢の親番ドラバトンです。4曲連続リーチ、全部本物の本手でした ね、それ以外にもあと2回ぐらいリーチしてたんで。いや素晴らしい、リーチ率がやばい。やっぱ好調の時はやっぱテンパイしますもんね、当たり前ですけど。しかもちゃんと打点見て、うん、全部本物にしてるんですよね、うん、リーノミとかが1回もなかったですね。そうですね、はい。何の3曲に移っています。福島自家製のシャアがあんこですね。なんとか本日とかね、はい、もう一役つけたいですね。福島現在持ちで1万9700点持ちです。3着目、そっか、安村さんとラス争いってのもあるのか。そうです、ね、でも福島さんもね、トータル考えるとね、やっぱりちょっとでも最低2着っていう気持ちはあると思うんですよね、はい。安村はまだ親番がありますね、うん、やや余裕が、余裕はないけれど、まだまあまあまあまだ親がある分ね、うん、選択肢はあるけどってなると、やっぱり福島が親番がない分ちょっと不利ですよね、うん、沈んでもいいけどなんとか、ね、おっと本一あるか。ここで両面を切っていきます。両層があんこになった福島、これで手なりですか、うん、ある程度打点欲しいところ福島です。まあでもピーチシャーで出上がり3200、積もったら1300、2600は打点はあるんでね。そうですね、このままちょっとポンチの1000点はねやってないでしょうけど、一旦2着以上しといてっていうところでしょうか。うん、そうね、おー、いいじゃん。さあいいところ引いた。これでイーシャンテン、くっつきのイーシャンテンですね、はい。滝沢カンチンを引いた。この白は、菊田を仕掛けませんでした、1枚はスルー。そうなんだ、なんかもう親番が菊田さんないんで、ソテン稼ぎっていうよりもなんか曲回しかなっていうイメージですけど、結構ソテン欲しがってますね、はい、そうですね、まあ、考え方によってはこのもうトップはほぼ決まってるんで、ソテン稼ぎ時でしょうっていう考え方もあると思うんで
ですけど、はい、まあ、僕はビクビクしちゃうんで早く一曲を早く流したいって思う派なんですけど、これ菊田の持ち点なんですけど、ちょっと点数表とズレがもしかしたらあるかもしれない、線ってズレてるかもしれないですね。こちらの点数表だと59,000、ダックの表示だとそうなってるんで、どっちですかね、1000点ちょっとあの脇の方に入ってるとかそういうのもありますけど、武田さんが227になってますね、表示が。ということはどっちが正しいかわかりません。そうですね、ちょっと後で確認した方がいいです。ラス前だから止めてちゃんとやった方がいいんじゃないですか、こういうの。さあ、テンパイですか、福島。ここは選択はシャンポンで、つもり3個を狙いに行きます。ウーアンとウーピンのシャンポン待ち、うん、ウーアンとウーピンは、ウーピンはない。ウーアンは1枚です。です。はい。ただウーピンは滝沢が2枚持ってるので、手が進んだらもしかしたら、手が足す的に、おーっとドラドラになった菊田です。さあ滝沢、一目つ完成。選択は急走。これだと、でもドラにくっついちゃったら、あ、でもこれ安く、安村天杯ドラ行きますよね。うん、ドラのトーン行って天杯です。そして菊田も仕掛ける。ここ一歩も引けない戦い。菊田さんまでいいシャンテン、はい、あ、天杯勝負だ。もうこれでトーンは通ってるし、でもドラ切った人とドラ泣いた人がいるよ。確かに。で、闇天ですね。サブローピンで単野をピン引きで役がある形。やめる選択肢があるってことだ。まあ、そう思うわ。大丈夫。菊田はいいシャンテン、ドラのトーンをポンしています。いや、ぶつかるな本当に。今日は待ちの変化がある。ただウーピンは補充、そっかそっか、3ピンだけ切れてる、うん、パーソーつもぎり、パーソーは取りそうですか。安村さんの Q1 はない。数ワンが2山、なんと安村の方が間違い多い。3ピンだ。3ピン、この3ピン滝沢が捉えます。パン屋をピンフ、2900点の上がり、滝沢が捉えました。闇点で、ここはしっかりと。そうですね、冷静な闇点でしたね。ここにリーチって言ってると多分さすがのドラポンの菊田さんもイーシャンテンからは打つ牌じゃないんでね、しっかりと捉えましたね。はい、闇点がうまくはまりました。2900点で親番が連チャンします。何の3曲1本は滝沢の連チャン。ドラは小さです。いや、本当にぶつかるんですよね、今日。みんな一歩も引かないですよね。さあ、滝沢、ハイパイ良さそうですね。ピンズで一目に、あ、ドラの小さも1枚。でも、見差しが見えるんでね。そうですね。そう、安村は3、1、2、3、4ドイツ。福島はこちら、メンツがありません。やや苦しい。そして菊田ですね。おお、ドラが1枚、ドラメンツ1枚で1個と、うわー、ドラ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 、これは勝負手。滝沢シャンテン、お、安村これでいいシャンテンですね。チートイツ、そうね、はい、はい、福島さんだけ苦しいと。はい、菊田も手形はいい、単野で仕上がる。うわー、2差しになったよ。これ高いんじゃないですか。3層引きたい。どうしても3層がいい。3層がいい。俺数番がいいな。あ、数番がいいですか。でも換算もう単野をドラドラでいいよ。ダメ。単野をドラドラでいいですか。僕数番でポンチ 5% でいいっす。あ、ダメっすか。まあ、でもあれですよ、3色がついてきそうだけどね。そうですね、はい。QP ね、ほら単野なくなっちゃうんで。いや、チーしてチーピンパービーじゃないの。チーピンパービー、そうか、そっちもあるんですね。単野派の人は。さあ、ローアン引き、これはいやーパー1、勘違いに決めます。ブロックうん、パー1は1枚切れていった牌ですね。あー、パー1泣かなかったですね。そうですね、まあ、武田さん泣く感じじゃないですもん。肩上がりをする人じゃないですもんね、しかも泣いたらの滝田ですからね。やっぱりちょっと警戒がされるというか。そうですね、トップの菊田さんから降りてこないけど、菊田さんももう相当後継ですもんね。さあ、うん、ここは勘違いの受けを嫌っていきます。やはり3色に重きを置いている。うん、福島まだメンツがない、苦しいか。キックとは天敗、先はメンピンドライチ。お、闇天ですね。親の現物、あ、出た、あ、違った。お、パワーは違うんですね。そうですね、サブローワンでしょ、はい、次危ないんだ。次
そうですね、3は浮いてるというか2-3-3で持ってますからね、うん、ワンズの形が決まると3は危ないか。松村さんはさっきまでは書店稼ぎに行ったけど、チーソーあんこ、ドラあんこ、3は出ないじゃん。これだったら大丈夫。換算層、換算は、換算は福島さんちょっと危ない。山に2枚、まだ出ないな。山に2枚です。ドラあんこ、闇店の滝沢、そしてサブローワン菊田の闇店。サブローワンそんないい街じゃなくなったね。3はないでしょ、確か今のチーソーあんこでね。宝珠の未来グッとなくな、グッと少なくなりましたね、うん、滝沢。ただローワン持ってきたら依然危ない。3はまだ1枚か。3は1枚と、さあここでリストいきますよ。菊田、から切りのリーチとしました、うん、さあ滝沢これはやめないでしょう。ドラさんのテンパイが入っている。ローワン2枚、3ワン1枚、3山、3対2、3対2なら分かんない、分かんない。はい、嘘を引いたらまたチャンスになるしね。そうですね、やんめになったらよりチャンスが広がります。ああ、サブローワン対換算層、ヤバン滝沢、なんとドラあんこものにしたいて。菊田さんもなんか急に数素、待ち帰れますけど、数素は一枚切れ。どうですか、変えた途端に全然上がる気がしないようなシャンポンですけど。さあここを変えましたね。ここは数素と3番のシャンポン待ちになります。ということは菊田と待ちが3番が被ってますね、うん、はい。数あんこの無理か。中盤が暗号になりますが、親番今リアンソードだったですね。滝沢が押している。そして菊田のリーチも入っている。そうまだ一山、さあまだ減りませんね。通奏はそうですね、場に1枚切れているだけ、うん、3番がおなてに積もるかも、可能性ありますね。ね、さあ押している、滝沢押しています。おっと、いそあんこ、あんこあんこあんこです。中盤これなら勝負になるか、リーチあるか。リアンソーは通ってる範囲です。さあこれ闇点を選択しました。スワンコの手代わりもまだ見ているということでしょうか。チーワンは役割だけどスワンがほとんどない。可能性によってはローワン危ないか。サンワン、滝沢の積も上がり、オナテンだったサンワンを積もりました。大正解。タイヤを積もう。ドラさん4000は4100ウル。キクタとてうかうか捨てられなくなってきましたか。ねえ、まあ全然町としてはね、はい、換算層の方が全然いいと思ってるんですけども、結構受けな数層切れないでシャンポンした感じなんですよね、竹川さん的には、それが行幸の相撲上がりと。いや本当ですよね。で菊田はねやっぱちょっと竹沢が押してるのがこう見えていて、リーチやっちゃったかなみたいな感じだったと思ったんですけど、闇天だったらどうかなとか思ってるかもしれないですね。闇天だったら、しかもなんか間違えてなんかそのサンマシャンパンに積もられたかもみたいな感じもありましたもん ね、まあ、ね、押して押してリャンスを切ってのサンマツモですもんね。いやこれさんの気持ちはいかに、ここは一つやられたっていうところはあるでしょうか。さあ39900点持ちの親番滝沢のレンちゃんです。ドラは数は何の3曲2本馬です。ドラム数は引きました滝沢、総勢1メンツ。絶対トップとか言ってた菊田さんのもしらか見えますもんね。もうだって、11300点差ですか、うん、もうあと1上がりで変わっちゃうくらいです ね。いや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 、いやこれはうかうかしてられなくなりました。菊田滝沢の猛攻、そうっすね、安村初が統一、シャーが統一、三番統一、三統一。もうこの難が泣けるんで、さっきまでの菊田さん泣かなかったんですけど、さばき手として難で頑張るかもしれないけど、え菊田ですか、うん、まあでもねそんな12点1着と2着4ポイントしか変わんないんで、はい、そこまで無理はしないと思うんですけど、やっぱ公式ルールは争点ですか、うん、あでも形は良くなったんで、これならなんか数層ポンからとかでも仕掛けあるかもしれないけど、そろそろ仕掛けていって滝沢の親を落としたいところか菊田、滝沢としても菊田の背中が見えたところ、まだまだ想定を伸ばしていきたい。ん、統一が増えましたね。これで新統一のイーシャンテンになりましたか。そしてこの2人
人に挟まれ苦しいのは福島安村の両名です。菊田滝沢の2人がこう交互というか菊田のターン滝沢のターンみたいな感じで今来てますからね、うん、福島安村はちょっと今上がりがないというか、ね、はい、島くんとかいい7700上がったけどね。そうですね、トンの2曲で7700上がったんですけど、その後ずっと菊田滝沢のターンです ね。ドラドラですよ滝沢。ただ捌きづらい手にはなってきました。そうね、どうします、とりあえずパーピン切って休みます、何いっちゃう、うん、何行きましたね、ブックブックです。そうですね、1回ぐらい中級だったら打ったぐらいじゃ、だいたい浮きはほぼ確定でみたいな点数まで来たので、はい、結構ブックブックしやすい状況ではありますよね。さあ結構チリトイツのイーション点 でしたが、何をポンしてでこのキューピンもポンできてテンパイです。ロー急走待ち、ここは滝沢の親番を落としていきたい、うん、がしかしイーション点、はい、親番滝沢イーシャンテン、そしてお、ダメにした、トイトイにしましたか。これでチーパーソンに町を変えました。急走が握れだったっていうのもあるでしょうか。なるほど、このチーソーパーソンが山にはじゃあ2枚ですね。チーソー1枚とパーソーが1枚います。でもこの並びシャンポンで2枚いればいいですよね。そうですね、これ6球そのままにそうだ なんかここは打点を取りました菊田。スワンコになった、これで展開選択はパワー2枚切れしたね。あ、なるほど、観浪案にしましたね。パワー2枚切れということで観浪案を選択。このローワンはやばいですよ。このローワン3枚生きてます。2対3、はい、あでも 2対3だったらまだ分かんない。おー、このローワンは滝沢の上がり、リーチ判断、成功しました。滝沢リーチ、トラさん1万2000は1万2600、トップ目菊田さんの直撃、ね、今2万円切れしたけど、カンパワーの選択ももちろん全然ありましたからね。2万切ってのね、いやここは選択見事にはまりました。一発で捉えた1万2600、やばいけどな。ちょっと待って、菊田さん6万点あったよね。あ、はい、ちょっと盛り上がりすぎて対局中に聞こえちゃうかもしれない。ちょっともう盛り上がりすぎちゃいましたね。あ、聞こえたらしいです。ちょっと静かに行きましょう。はい、はい、すいません、私がちょっとね盛り上げすぎちゃって大きな声で言っちゃうのでちょっとつられちゃうんですよね。すいません、はい、ちょっと静かめに行けば対局場に聞こえちゃうといけないんでね、すいません、ちょっともう盛り上がりすぎて本当に。逆に武田さんが5万2000点。そうです、これトップ目の直撃だったんでかなり大きい。さあ、4番滝沢のレンちゃん、ドラはフェイです。武田さん絶対トップとか言ってたけど、はい、ちょっとワンチャン浮きが厳しい。いや、浮きとか言ってない。そうですね、もう一気に 38,600 点になっちゃいました、ね、今のは痛かったですね、激痛でした。いやでもあのリーチ判断うまくいったということですよね。うん、プラスなんか菊田さんもね、そのなんだっけ、キューピンポン違う、リーシャン店からの数層か、そうですね、あ、間違えしたからね、滝沢にドラがんこになっちゃってっていうのは、まあ、結果論ではありますけどね。そうそう、並びシャンポンにまでにして立て上げる必要があったのかっていうところでね、ちょっと後悔はあるかもしれないですけど、なんかあんまそういうことを考えるタイプではなさそうですけどね。なさそうです、はい、ね、すごくあのクールな表情されていらっしゃいました、ね、まあ、こういうこともあるだろうと、うん、長い目で見たら ねっていう感じでしょうか。なんか統一ですね、戻せたい、滝沢は親番で4曲連続の、あ、ごめんなさい、親番では3曲連続の上がり、うん、その前に1600も上がってるので4回連続上がってます、うん、プラス30。おっと、菊田はこれでなんだこれ、純ちゃんはねえな、急用があんこになったところでしたね。さあどうしましょうか、選択は。とりあえず、うん、3万切りにしました。こいつで飲みましたか、3あんことか、あんこって、そうですね、3あんことか、はい、イーペーコーとかも ならなくはないけど、初の重なりの方が偉いっていう進行にしましたね。さあ初は1枚切られたところです。何があんこになりました、福島イーシャンテン、はい、初統一になった、これでリースいきます。初リャーマンのシャンポン待ち、初は場に1枚切られている牌です。なので山に1枚、そしてリャーマンはリャーマンは持っ
たれて、まあ、1枚いますね。滝沢が1枚リアマ使ってます、はい、なので2山ですね、うん、積もったら3ランコ。滝沢さんも点数状況的に結構行きたいところですけど、手配がついてこないんでね、はい、ドラも見えないんで難しいところです。滝沢も 52,500 手ありますからね、うん、さあこれどう判断していくか。福島くんはうおもうもうやめ、しっかりとやめます。あんこのなん、もう受け入れますと、僕ラスじゃなきゃいいですっていうことなんですよね今。ということですよね、うん、まあ、ドラサイカさんあれば高打点みたいな、はい、能天気なことは考えないんですね僕点数ないからドラ重なって積もったら漫画だみたいな、ね、無邪気に言っちゃうかもしれないけど、トータルポイント考えるとね、ここはちょっと頑張りたいところもあるかもしれないですが、うんね、ここはしっかりと折りを選択、はい、福島の、まあ、しっかりとした守りというか、うん、そういう打ち方なんでしょうか、ね、さあしっかりと折りを選択となる。降りてくれると木田さんが大チャンス。そうです、ヤンマンハツはまだ山にいます。普通のリャンシャンテンですが、バッソーもローワンもドム筋、うん、ここ現物のイーピン切りです。安田君はドラ短期目指していきたいけど、バッソー切れるか、ここ現物のイーピン、うん、ちょっと我慢の選択です。はい、菊田、これウーワンの筋になりましたね、リャンワン3番詰まると竹田さんのリャンワンとかちょっと危ない。竹田さん的には打っちゃった方が安そうですけどね、詰まられて4000点払うよりも、まあそれは分かんないですからね、やってる方が実際は分からない。ただこういう積もり3個って打てばよかったって後で思いますよね、上がり系を見た後にクソってなります。そうそうは現物だけど抜いちゃうともう完全にの、あ、山田リャンワンは上がりです。菊田の上がりリーチ1600点、はい、3本場ですね2500点の上がりです。まず滝沢の親番落とした、はい、そして菊田としても、まあ、4万点近く持ってますね、うん、何の4局です。ヤフス村現在上がりがありません。この親番で頑張りたいところか、初が統一そうして一面つメンツは左手にはなかったですね、はいはい、そして福島はこちらです。そして切ったそして一メンツ滝沢トン統一なん統一、うん、ドラも1枚あります。そんなにだって見えないんで、初を叩いてとりあえず連チャン狙いですかね。はい、1万4300点の現在ラスメ聞くたイーシャンテン半数番さえ入ってしまえばサクッと上がることはできそうです、はい、スーピンからこれ面白い選択ですか。アンウーピンをいらないって選択なんで、結構もうチャンタに寄せた打点を寄せましたね安村さん。じゃあとりあえず連チャンっていうか、まあ、打点を見ながら進めて打点を 見ながらって選択しました。ということですね。滝沢さんも終わらせるだけじゃなくて得点を取りに行った。いてちょっとメンツしくってしまった形です。さあ福島は葉っぱ重なります。福島さんはもう行きは相当厳しいので、はい、安村さんにまくられないために、はい、まあ終わらせに行くでしょうね。3着キープで OK ですか、はい、なんとこの半チャンですね、菊田1,2,3,4,5,6,7,8,9 回リーチ打ってますね、はい、リーチ棒だけで9回マジで、はい、一節でね4半チャン打っても9回なんてそうそういかないんで、そうですよね、公式ルールって案外レイジ少ないですよね。どんだけ打っとんねん。それも成功率すごい高いもんねそうですね、結構あの半分くらいは成功してます、ね、はい。で何の人いたよ、泣かない、泣かず。なおは1枚目はスルーですか。滝沢、おっと白が重なった。白もちもちの人いたね。白はそうですね、福島が2枚持ってます。ですから1、2、3の3色は仕上げたね。はい、打点を見て進めていきました。安村仕上がるか、まだ上がりがありません。あー滝沢一気通過も見える。さあ安村ここは仕掛けます。リャンピン打ってのペン3番待ち、ドラの3番ですね、
虎の三枚、山に2枚です。あ、2枚いるんだ。キクタはこれで頭のない形で天牌が取れます。ああ、がここは取らず、天牌取らずのイーシャンテン戻し。安村は天牌が入っています。山に2枚います。このペンさんは福島さん、シゴロのいいシャンテンなんで、チーピンから行くか、キューピンから行くかなんですけど、うん、キューピンにしました。どちらもションパイでしたね。そうですね、上には切りやすい牌なんで、はい、親は初のポンを入れています。うん、親は相当自牌を1枚切ってない脂っこい牌なんで、ロンって言われたら相当高そうなんで、菊田さんもね、得点状況的に結構どこまで行くかなっていう難しいとこっすよね。はい、親は安村ちょっと皮が濃いですね。これでイーソーリャンソーでジャント固定したいんだけど、想像の下が相当親に切りにくい、うん、ということでキューピンにしました。今通ったキューピンですね。うわー、山入った。インシャンテンだけだな。バイナニなんじゃないの。本日1ドラ1役、はい、面前で積もるバイマンのインシャンテン。白はもちもちですが、難が山に1枚ですね。大変大変、滝沢が仕上がって仕上がっちゃいます。5万点持ちでこの勝負で、このEPNはね、トイトイに当たる牌なんで相当切りにくい牌ですね。親番安村に対してですね。さあ、キクタこれ天牌ですね。サブローソーで役がない形、天牌が入ります。か、安村さん初ポン出しの両ピンだったんで、確実にEPNが宣言、はい、あの関連牌見えてるですね。竹澤さん実際統一から両ピン切った形ですよね。112から2切りです。相当天牌まだ切りにくい牌なんで、ただ天牌ったらいきますか、勝負。そう、まあ倍満の天牌ならね、いくんでしょうけど、ローソーどうでしょうか。ローソー勝敗、ソーズも切りにくいけど、ピンズの方が嫌ですか、EPNの方が。まあ、EPNで当たるかまだポンなのか、あの判断がまだ分かんないんで、はい、自分がテンパったら打点でもう勝負するとは思うんですけどね。福島君はこのシャーでもう高い牌なロンって言われたら高い牌でもう破れましたね。はい、ここはしっかりと受けに回りました。まあ、親テンパってるからもう一曲あるよねみたいなことですか。そうね、3番はこれはあれですね、安村の上がり牌、当たり牌ですね。もう天牌してたんですね、菊田さん。今ドラ短期になった感じですもんね。はい、そうです。ドラ短期に町を変えました。菊田、先ほど三郎さんの延べ単での天牌を入れていましたが、町を変えています。ひょっこり菊田さんの2003級があるところですね。あと1枚いますからね、はい、あ、1枚、あ、あ、いないです。もうなくなりました。そうですね、菊田が最後の1枚を失礼失礼持ってきました。はい、じゃあ流局のお子なんですね。そうですね、このままいくと、ただそうすると福島が一人の王手で苦しいですか。いや、滝沢さんテンパってないからまだ。あ、そうか、うん、まだ一緒にてですね、すいません、うん、福島はテンパイ取れず、菊田さんもテンパイ維持できるか。背定です。サブロー切りにきー、うん、どうだ、3は持ってたけどここは泣く泣くのおり、ね、両腕向けろテンパイですけど、はい、マンツの下が全然切れないですからね。で止めた後ローアンスで持ってきたっていうのがちょっと嫌な状況でしたね。安村親番連ちゃんです。冷静にいいんじゃないですか。じゃあそのここで、ね、なんかローはエイヤーって言うとね、なんかバランス崩れてんなって思う感じなんですけど、この持ち点状況からちょっとやりづらいですか。うん、そうですね、ちょっとエイヤーはやれる状況じゃないんで、冷静に止めたって感じじゃないですか。そこまで追い詰められてはないですね。さあ、親番安村連ちゃんです。ドラは9層1枚中のトイツです。そうですね、まずは手から福島ダブランプーズハクトイツです。ここは勝負にいけるんじゃないですか。さんもね、なんか今の親の一人テンパイで差がついてしまったんで、はい、3700点差ですか。なんで3900見えてですね、このハクから行きましたね。ハク仕掛けましたね。1枚目のハクから仕掛けていきます。福島は現在13600点持ちのラス目にはなっています。3着目の安村をまくりたい。良かったですね。親番安村はややちょっと苦しい手配、うん、そして福島両方が重なります。一歩前進したところ、ダブダンが何としても欲しい、それ泣けないために、泣けない時のためにマンズの本質に行きましたかね、はい、福島さんは。なるほど、一応保険をかけながらどちらも行けるようにしましたか。何、うん、が泣けなかった時に備えて手配を持っている、うん、
そうですね、まあ一応チャンタとかね、うん、カンパピ引いた時はチャンタ頼みとか、はい、うん、ダブナン頼みとかになるんでしょうけど、このツモによるってとこでしょうか、うん、さあローアンがアンコになった菊田です。自家製のシャアが統一ですね。1枚場に切られている牌です、はい、いいピンが入った。ちゃんと見えますね安村ね。やはり打点見てますか。そうね、うん、はい、連チャンだけではなくちゃんと打点も見ながらの進行安村。あ、ナンここに来ましたね、はい、滝沢手が進めばナン打たれる可能性あります。村初を残す、初はしょんぱい。菊田さんはあれ、もう仕掛けそうですね。これチリしてシャアの後付けみたいな形で、はい、シャアを受け駒に使いつつみたいな終わらせ方をしそうですけど。ああ、カンパワー入った。来た、ちゃんと三色じゃん。いいシャンテン、安村来るのか、親番。ポンポンチーチーする人たちに黙らせたいね。ドラの急走です。当てのうちに残す。そっか、これはリーチのみは打たないってことですね。はい。いう選択、うん、ドラキって感じそう。入ったとしてもリーチのやいらないと。競争があんこになって転売、これでリャンワンです。闇点を選択しました。おー、なんかリャンのリャン面のリャンワンなら全然リーチもありそうでしたけど、結構慎重に入りましたね。はい、これはシャーポンして待ち会とかするんでしょうか、ね、さあこのナン打たれました。福島が欲しかったダメナン、これで打点は3900になります。福島いいシャンテン、うん、福島は上がれば安村をまくって3着になります。さあ安村目いっぱいにするんだったら初、うん、そうですね、はい、旬のポンとかはどうでしょう。もう2フール入ってます。そうですね、うん、さんのさあローアン貫通になりました。即貫といきます。菊田転敗しています。臨車で積もったらちょっと嬉しい。マンズだが違う。これはパワー。チュンはどこにいるの。チュンはね、いないんですよ。お山、お、はい、山に2枚いるんですよ。キューピンチーだ。仕掛けました安村。これで役がある形。ちゃんと3色ドラ1高いじゃん。高い、結構高い。もちろんペンチーソーですね、はい、ペンチーソーは山になんと3枚います。1枚滝沢が持ってるだけですね、はい、福島君のカンパワーもそこそこいいんじゃない。あ、チーソー。でもこれは滝沢切らずに済みそうですか。切れてないファンパイはチュンだっけ。安村さんの地位は何かな。まあ、地位そう、うん、ここは数案切り当たるパターンもあるから切りにくいのか。数案現実2対2。安村ペンチ、それ転敗。福島は街を選択できますか。C1 1枚切れ、リャンワンションパイ。これでシャンポンに変えましたね。パワーが2枚切れてましたか。ヤンワンとチーワンのシャンポン待ちに受けを変えています。福島チーワンがいない。はい、ヤンワンがウーワンは上がれない。菊田闇点ですが役がありません、うん、もうこれで役がついた。老僧は切りやすいですか。どうでしょうか。めちゃくちゃ切りにくいね。福島切りにくい。でもドラじゃない方だと、はい、3900って言われそうな老僧ですね。3900はでもまあ打てはする。うん、でも安村さんにもロンって言われる可能性もあるロソなんで、ということで安全にって感じですね、はい、うわ、さあ心配のチューンいけないな。チーソー山に2枚残されていました。このチーソー安村がツモちゃんと3色ドライチ2000オール2100オール。安村ここに来て中打点しっかりと仕上げていきます。打点見て進めていって実りました、はい、なんで4国1本は安村の親がレンちゃんです。ドラはパーピン。なんか2国連続チャンタみたいな手でしたけど、そう、ね、今回はしっかりとものにしましたね、うん、安村の親番、うん、パーピンの上です。こいつが3国に、まあ、後からは普通ですけど、お山さんにしましたか。福島はこちらです。先ほどのニュース同期クタなんだあんこドラマ1枚なんだスピード感もあります。さんはシャーペー統一でしたね。滝沢はあ、トンボと、あれ小数詞小数一面でもなんだあんこの人がいたね。あ、じゃあ小数詞はちょっとねただ本人には分からないですから、うん、滝沢ペー茶なのでペーだったら役がつきます ね, ね。
ホンズチャンタ一役ぐらい目指しながらですか。安村さん、さばき方難しいな。おお、アカンソソしてた。安村ちょっと苦しいですか。まあまあ、行きまでもうちょっとあるんで、福島さんと差がついて3着はほぼ大丈夫かなってところなんですけど、はい、やっぱ総合トータルポイントを見るとね、やっぱり浮きたいなって思っちゃうんで、ちょっと無理したいですけど。そうですね、安村は23,600点持ち、原点の3万点まであと6,400点。あれでも何来ちゃうと、そう結構お荷物なんですね。何来ちゃうと見ちゃいますもん ね、少数紙を。そうなんですよ、ね、ただ実際は菊田があんこ、しかもあんこっていうのがちょっと場に切られないから分かりづらいですよ ね、 なんだかかんだか、が3枚切れ、名本チートイズなんかも見えますか。白、が重なります。安村ようやく持っていた白、ドラタン好きだったね、はい、チーピンが2枚切れでしたけど。そうですね、キューピン切り結構統一手を強く見てるって感じなんでしょうね、この安村さんの手ですね。キューピン切ったところ、そうですよね、ペンチーピンの受けありましたよね、ドラターピン、メンツができた形、統一を逃せないから E1 なのかな。 E1 切り、統一手を強く見たい位置だ。キューピン切る人は結構持ち統一したいみたいな主張ですよね。じゃあもうドラは絶対にその使うっていうわけでもない。いや、使う方向じゃないんですかね。チートイツでいくとパーピン短期にしたい、メンツで伸びてくるとパーピン、そうですね、白をポンする天秤もかけてると思うんですけどね。白が先にあんこになった時だけドラ切ってスピードにしようってことですかね、はい、安村親番です。ある程度打点と折り合いをつけながら進めていきたい。持ってきたけど、いらないの、持ってきたけど切りました、思い直しま、しませんでした。しませんでした。しませんでした。頑固だね。はい。頑固じゃないこのキューピン。おかえり。まあ、とりあえず嘘でも良さそうですけどね。強い意志が感じられます ね。さあ、福島これでイーション点になります。メンツができました。何気に1通の高座手のイシャンプーですね。でもチーピンやっぱ欲しいんだ。2枚切りとかドラ表のチーピンで1枚切れとね、受けは苦しいですね、あ、数層も切って、あ、3層切ってるんですね、さあ安村親番です。天杯は取りたいところでしょうか。おっと、名本チートツのイシャンテ、これで安村はイシャンテになりました。山の9はもうポンしそうですけどね。9は1枚切れ、はい、後付けの形ですね、はい、まず天杯が第一優先になりそうですけど、この順目になると順目深くなってまいりました。まもなく3段目、安村親の連ちゃんが欲しいところか。わあ、天パった、何話いないよ、何話や、菊田があんこ、ただ何点、あ、でもこれでリーチだ、さあリーチ、安村ドラのパーピンを切って、あ、でも逆に菊田さんの何危ないとかある、あんこだからしっかりと降りた時には危険かもしれないですね。菊田さんはとりあえずイーソーが1切れ、イーソー1切れはとりあえず切るけど、あ、でもアンパイ足りてるね。ペンチーピンでのテンパイです。一気通過の役があります。あ、ウピーター、あー、詰まった。安村9安のツモです。リーチツモですね。1300オール、はい、1500オールです。よく面前で仕上がったね、安村さんのやつ。本当ですね、途中までチート打つなんかを見つつの進行、ね、ここはメンツで仕上がりました。安村1500オール、今度はあれは僕は白の1500にしか見えなかったですね。ハイファイの時から1500にしか見えなかった。1500か、はい、パーピンをなんとか使って2009やって、それが1500オールになりました、ね、3倍です。さあ、何の4局、4番は安村の親番連チャンしていますよ。3番はドラは数番、ドラなしだけど、まあ、悪くはない、はい、両面立つは結構多いですかね、はい、福島はこちらです。ドラが1枚持つ、できた、良さそうですか。中間突です。終わらせることはできそう。滝沢も悪くないですね。ハンヤを見えます。さあ、安村もうちょっとで浮きですよ。28,100点持ちいただき、北が終わらせに行きます。ここはチュンのポン、福島チーワンがあんこになります。
と菊田これでいいシャンテン、もう一気に終わらせることができそうです。菊田、ね、くっつきでもよしにしましたね。はい、安村もこれは菊田が終わらせに来てるなっていうのがすごく伝わってくるというか、そう、一泣きですからね。そうですよね。さあ滝沢も来てます。安村もうちょっとで浮きなんですよ。浮きなんですよ。浮きたいですよね。さあチュンの果敢です。リンシャンパイにマンズウーアンです。より手広くなりました。ウーアンが重なる安村は急速化してるのは一応1通の変化があるから残してるんですけど、あこのまだ見る1通を打点派です ね。さあ1通の目も残しています。安村これでもっと手広くなりましたか。構図ほとんど転売しそうですね。あ、聞いたかですか。はい、あ1から7まで、そうですね。カンパーワが入ります。福島一応いいシャンテンだけど差し子にしたい。さあ単品はくっつきには優秀か。お、残しましたね。ヤンソー切り、ウィーソーが3枚見たってことですかね。なるほど、想像の変化というか、想像を連携していくと福島さんからのね地位ができたんで、どっちがいいか、あ、差し子になりますよ。福島いいシャンテン、あこれで残しておいた3ピン、スルピンがくっついてヤウピンの転売です。さあ菊田終わらせに行く、も瞬捨てに確定するならリャンソーリャンワンですけど、チーといつも天秤にかけるならここはリャンソー切り、瞬捨てしてポンチヨシの形でしましたね。安村ファン対ハクが重なります。バニー1枚切れ、ハーピンを選択しました。さあ福島差し子のいいシャンテン、羽マン積もると2着になるんですね。浮かないけど、福島ですね、はい、福島としてはハネマンものにしたいところでしょうか。はい、うん、島君が欲しいのは三層ウーピンですね。そうです。ウーピンが全山、全山三層は、三層は二山。さあ2ピン積もったのはキクタです。チュンドライチ、はい、700-1300 3本場ですね、はい、1600の上がり、この上がりで菊田2着を決めました、はい、さあ第3節1回戦トップには滝沢、そして2着菊田、3着安村、4着福島の並びで1回戦が終了いたしました。続きまして2回戦です。はい、恒例のロンロンのコーナー始まりました。2023年度日本プロ麻雀連盟卓上カレンダー発売記念大会ということで、私も出ています。あ、今やってるんですね。今やってます、はい、11月14日月曜日、やってないじゃん。やってないです、ごめんなさい。今やってますよ。11月14日から11月20日までやっています、はい、はい、今はまた違う大会やってますからね。あ、そうですね、ロンロンのロンロンカップウィンターの予選がありますか。今日他にも、ね、たくさんあります。でこれはあの予告ですね、はい、11月14日からこちら開催されますので、皆さんぜひぜひご参加ください、うん、はい、来週の月曜日からですね。そしてこちらですね、1月15日の開催のロンロンカップウィンター2023予選がこちらですね、11月13日から行われます。これもまだ始まってませんでした、はい、11月13日、11月20日、11月27日、こちらの3日程で行われます。こちらもご参加ください。2023年のロンロンカップウィンターに出場できるかもしれません。さあ、そしてこちらも開催します。モンド名人戦優勝記念瀬戸久保直樹杯ということで、11月11日 & 12日、こちらの2日程ですね。なんと瀬戸久保直樹プロご本人も参戦されます。こちらもぜひぜひ振るってご参加ください。柴田プロはロンロンやってますか、はい、結構深夜にやってます。うーん、あ、ちょっと待ってください。商品がちょっと待ってください。この1位にハテナハテナハテナ、そしてこれは更新されるんでちょっとあの楽しみにお待ちください。で3位から10位はロンロンオリジナルクリアファイル2枚ということで、結構
豪華じゃないですか、はい、このハテナハテナハテナの内容によって私も参加したいですね現金なら参加するってことですかそういや現金ならですさあこちらですね、最後十段戦優勝記念魚谷優美杯ということで、こちらは11月18日と19日に開催がされます。こちら19日20時からは本人も参戦予定ということで、皆さんお楽しみに。はい、でこちらも、こちらもですね、商品がハテナですまだ分かんないと、いや内容によって私も参加します、はい、ということで、あの皆さんぜひぜひご参加ください、はい、で先ほどちょっとあの触れたんですけど、柴田プロ深夜にご参加そうですね、僕は結構10時、うん、11時からはい、うん、明け方じゃないですか、ね、日が変わるぐらいまで、あ、はい、ちょこちょこやってますね、その時間にね結構参戦されてるプロの方多いですからね、はい、はい、皆さんねぜひあの柴田プロと打ちたいって方はぜひそのあたりを狙って参戦されるのもいいんじゃないでしょうか。ということでロンロンのコーナーでした、続きまして2回戦をお送りいたします。